ダコタ戦争は、アメリカ合衆国ミネソタ州南西部のミネソタ川沿いで、1862年8月17日に始まったアメリカ合衆国とダコタ数族インディアンとの間の紛争である。戦争と名はついているが、実情は飢餓状態となった少数民族の暴動であり、暴動のその結果は、 米国処刑士に残る38名のダコタ族の一斉公主家とミネソタからのダコタ族の追放というインディアンに対する合衆国の民族浄化となった。西部大平原における数族とのインディアン戦争の始まりになる。1851年7月23日と8月5日に、 ミネソタのダコタ数族は、アメリカ合衆国の軍事圧力によって、ミネソタ巡州内にある彼らの伝統的な仮場9600平方キロメートルを、166万5000ドルの一時金と引き換えに、これを合衆国へ譲渡し、ミネソタ側上流を挟み幅32キロメートル、長さ240キロメートルの保留地に入るという二つの条約、トラバースドス条約と、 面倒た条約を結ばされた。完全狩猟民族である数族にとって、狩場を失うことは死を意味するが、合衆国はその代償として、毎年彼らに年金を配給すると約束した。貨幣経済にない数族の社会では、166万5千ドルの一時金は、何の意味も持たなかった。一時金はすぐに白人に巻き上げられていった。 しかし、アメリカ合衆国上院はその条約の批准過程で、それぞれ第3条を削除した。約束された年金の大半はまともに届かず、インディアン管理局の役人によってそのほとんどが盗まれていった。インディアンたちに支給されるはずの牛肉は白人役人によって横流しされ、鶏のくず肉しか支給されないこともあった。条約締結後、 合衆国は狩猟生活を捨て、白人のように農業を行うようダコタ族に勧め、農業を受け入れた者には、レンガ作りの家を与えた。しかし、数族は相変わらず TP での野外生活を続け、レンガ家屋は倉庫として使っていた。狩場を失った数族は、次第に困窮するようになり、公益品に頼るようになった。 白人の商人たちは彼らの弱みにつけ込み、数族にかけて食料を売り、代金は合衆国に払わせた。またインディアン管理官の年金支払いの遅れや、農業を始めたインディアンに優先的に食料を渡すといった不公平が続き、ダコタ族にますます上が広がっていた。ダコタ族の田親テルタ州長1858年5月11日に、ミネソタが、 州に昇格した時、リトルクローたち数人の州長たちが、ワシントン DC に赴き、条約に基づく正常な年金の支払いを要求した。しかしジェームズ・ブキャナン大統領は逆に、ミネソタ側に沿った彼らの保留地の北半分を、没収し、数族がパイプを作る、伝統的な採石場がある、ミネソタ州、パイプストーンの採石権まで奪った。合衆国は、 数族に活上させた土地を白人入植者のために外区と小区画に区分した。これら小区画で白人は森や草原を取り払い、ダコタ族が行っていた狩り、釣り、及び野生米の採集といった生活が不可能となった。白人入植者たちが行う狩りによって、バッファロー、アカシカ、オジロジカ及び熊のような野生動物が著しく減った。 ダコタ族ら数族は動物を食用にしていただけでなく、その毛皮による白人交易業者との物々交換にも依存していたが、これらの営みはことごとく失われていった。合衆国が南北戦争の下中にあったために、条約で保障された年金の支払いは、やがて止まってしまった。合衆国は数族に農業を強制したが、ミネソタ川渓谷の土地の大半は、 工作に適しておらず、公益だけではもはや、ダコタ族の社会を支えられなかった。新山の白人入植者に土地を奪われ、年金の支払いはなく、条約は破られ、さらに天候不順による穀物の不作に続く、食料不足と基金で、大切な種牛まで食いつぶすに至り、ダコタ族の間には、大きな不満が高まっていった。管理官と癒着した。 白人公益業者は次第に年金を直接よこすようダコタ族に要求していた。1862年の中頃、白人業者たちは新洋菓子で物資をそれ以上供給することを拒否し、ダコタ族は彼らの管理官であるトマス・ジェガルブレースに直接食料を渡すよう要求した。交渉はインディアン嫌いで有名な公益業者の代表、アンドリュー・ミリックの悪意によって、 行き詰まりとなった。1862年8月4日、北部、シセトン族とアーペトン族のダコタ族集団が、保留地の北西部にあるビアの北数族管理局と会合し、交渉してうまく、食料を得た。しかし、同じダコタ族の南ムデワカントン族とアーペクテ族が1862年8月15日に、食料供給を要求して、 南数属管理局に出向くと、要求は拒絶された。インディアン管理官で、ミネソタ州上院議員のトマスガル・ブレースは、これらの集団に、金の支払いなしで食料を分配しないように仕向けて、いたのである。ダコタ族、アメリカ合衆国政府及び地元の公益業者の、集まりで、ダコタ族の州長たちは公益業者の代表である、アンドリュー・ミリックに、 ダコタ族を援助してくれるよう求めた。これに対してミリックはこう答えてみせた。会合は土豪の中に紛糾し、交渉は決裂した。先の条約から11年、たまりに溜まった数族の不満はもはや爆発寸前だった。1862年8月16日、ダコタ族に対する条約の年金支払い金がセントポールに到着し、 翌日、リジリリ取り出に移された。しかし、それは暴動を防ぐには遅すぎたのである。1862年8月17日の日曜日、4人のダコタスウ族の男たちが狩りに出かけ、彼らの保留地への帰途についていた。狩りの獲物は乏しく、彼らの白人に対する不満は積もり積もっていた。彼らは、ロビンソン・ジョーンズという白人入植者の農場のそばまでやってきた。 白人の鳥小屋の巣には、卵が何個かあった。数族の一人がこれをつまみ上げたところ、別の一人が、それは、白人のものだから、触らない方がいいとたしなめた。たしなめられた男は怒り、卵を投げ、たしなめた男を臆病者だと罵った。罵られた方はこれに反発し、俺は白人なんぞ怖くはない。なんなら試しに白人を一人殺してやろうと言って、 ジョーンズとサイシとその隣人を殺した。彼らが慌てて、村に戻りこれを報告すると、ダコタ族の州長たちは各バンドを召集し、前後策を協議した。インディアンの部族社会は合議制民主主義に基づいており、すべての決め事は合議によって決定される。この際、会議の TP の中で、調停者である州長たちが連座し、聖なる、 パイプでタバコを回し飲みしてことを協議するのである。タオヤテ・ドゥタ州長は白人に勝つことは不可能だとし、一人、二人、十人を殺すとする。そうすると白人は十の十倍になって我々を殺しに来ると警告した。しかし大多数の戦士たちの意見は白人との戦闘をやむなしだった。結局多数決で ダコタスン族は彼らの土地から白人を追い出すことと決定した。州長は大多数の意見を阻止するような権限を持った立場ではなく、たおやてドゥタも彼らの怒りを抑えられなかった。1862年8月18日早朝、ダコタスン族の戦士団は、レッドウッド滝のそばにあるビアノデサ先事務所である南スー族管理局に攻撃をかけた。白人は、 この襲撃で、リトルクロー州長が、数族戦士を率いたとしているが、これは誤りである。数族インディアンの戦士はすべて個人の判断で行動するものであり、誰かに指図されたり率いられたりする習慣はない。そもそも州長は、調停者であって、軍事指導者ではない。暴動はべて戦士たちの自由意志で実行された。 参加したくない部族民や戦士はこれに参加しなかった。数族に対して草か踏んでも食わせておけと暴言を吐いたアンドリュー、ミリックは管理局の建物2階の窓から脱出しようとしているところを見つかり、最初に殺された白人となった。後に見つかった彼の遺体には口いっぱいに草が詰め込まれていた。南数族管理局の建物は占領されて、 ダコた戦士たちによって焼かれた。しかし、彼らが建物を焼いている間に、多くの白人入植者が、レッドウッドの渡し船で川を渡り逃げ出すことができた。数族は白人を皆殺しにしたわけではなかった。ミリックのような因果応法も見られたが、彼らと仲が良かった白人は襲われもせず、無事だったものも多かった。ミネソタ州民兵と、 第五ミネソタシガン風評連隊の B 中隊が暴動を沈めるために派遣されたが、レッドウッドフェリーの戦いで敗北を喫した。この二つの戦闘で少なくとも44名の市民と民兵の死亡が報告された。8月19日、ダコタ族は攻勢を続け、ニューアルムの入植地を襲った。ダコタ族の戦士たちは、 川沿いの防御の厚いりじりりとりでの攻撃はやめ、その代わりに町に向かい、通り道にいた白人入植者たちを殺した。町に突入される前に、白人たちは、町の中央で防衛隊を組織し、短時間の間ダコタ族を寄せ付けずに置くことができた。しかし、ダコタ族の選手たちは防御線の一部を突破し、町の一部を焼いた。 その夜、雷雨のおかげで、ダコタ族の攻撃が止んでいる間に、ニューアルムは、正規兵や近くの町からの民兵で補強され、住民は、町の周りにバリケードを構築した。8月21日、ダコタ族は、リッジリー砦を攻撃した。ダコタ族は砦を制圧できなかったが、砦から、ニューアルムへ向かっていた白人の救援隊は、ダコタ族に待ち伏せされ、 またり、ジリリ砦の攻防で人手を費やし、米軍の戦力を大きく損ねた。ダコタ族は、ミネソタ州南中部や、当時のダコタ準州東部で、農園や、小さな入植地への襲撃も行った。9月2日、ミネソタ州民兵隊は、反撃を試みたものの、バーチクーリーの戦いで、再度大敗北を喫した。この戦いは、 ダコタ族がリッジリリ砦から 25km にあるバーチクーリーの米軍文献隊150名を襲ったものである。この文献隊は生存者を発見し白人の死体を埋葬し、またダコタ族戦士の居場所を報告するために派遣されていた。早朝の攻撃で3時間に及ぶ銃撃戦が始まった。ダコタ族が2人戦死し、米軍は13名の兵士が戦死し、 47名が負傷した。同日午後、リッジリ取り出から部隊2040名の救援があった。8月23日、暴動から逃げ出した白人宣教師や教師の家族。彼らは仲が良かった数族が危険を知らせてくれたので逃げ延びることができた。ダコタ族はさらに北で、レッド川道沿いの無防備な駅馬車停留所や川の渡し場を襲い、 また、ミネソタ州北西部やダコタ準州東部ではギャリー、鳥出とレッド川渓谷のセントポールの間の交易路を襲った。この人口規迫地帯の多くの白人入植者やハドソン湾会社など地元の会社の従業員がアバークロンビートリデに逃げ込んだ。8月下旬から9月下旬にかけて、ダコタ族はアバークロンビートリデに数回攻撃を仕掛けたが、撃退された。一方、 レッド側の蒸気船や平底船による交易は止まり、郵便配達人、駅馬車の魚舎及び軍隊の伝令などが、ペンビナ、ギャリートリデ、セントクラウド及びスネリングトリデといった入植地に向かう途上で殺された。最終的に、アバークロンビートリデの守備隊は、スネリングトリデから来たアメリカ陸軍の中隊に救援され、避難していた市民は、セントクラウドに移された。 南北戦争の対処で多忙だった、エイブラハム・リンカーン大統領は、ミネソタから繰り返し救援要請を受けてようやく、ダコタ族の鎮圧を、ジョン・ポープ少将に命じた。ジョン・ポープは、以下の声明を行った。ポープは、狂人、野獣たちの暴動を鎮めるために、第3ミネソタ志願風評連隊と第4ミネソタ志願風評連隊を率いた。 ミネソタ州知事アレクサンダー・ラムジーも、この行動を援助するために、ヘンリー・ヘイスティングス・シブレー大佐の支援を求めた。大部隊が到着した後で、9月23日に、ウッドレークの戦いという最後の大規模戦闘が、起こった。第7ミネソタ志願風評連隊の、ウィリアム・アール・マーシャル・中佐の公式報告によれば、第7ミネソタ志願風評連隊の一部と、 第6ミネソタシガン風評連隊が、ゴーヤ、三平戦に均等に配置された。短時間の戦闘の後で、三平戦にいた部隊がこの時は峡谷にいた、ダコタ族戦士に突撃をかけ、旧シラへの民兵たちはインディアンを圧倒的に打ちまかした。シブリーエン隊の民兵の中には次の者たちがいた。ウッドレイクの戦いのすぐ後、 ダコタ族戦士の大半は9月26日に釈放基地で降伏した。この場所はダコタ族が捕虜にした269名の白人たちがヘンリー・シブリー大佐の指揮する軍隊によって釈放されたことからこの名がついた。この捕虜は162名の根血と107名の白人であり大半は女と子供だった。しかし、 白人から戦争犯罪人とされたダコタ族選手の大半は渋リーがキャンプリリースに到着する前に去っていた。降伏したダコタ族選手は11月に行われた軍事裁判まで留め置かれた。12月遅くまでに2000人以上のダコタ族がミネソタ州の監獄に収監された。彼らの中には女子供を含む暴動とは全く関係のない。 ダコタ族もいたが、女子供に対しても、白人市民による報復行為が頻発したことから、すべて兵の中に追い込まれた。公主権を待つ和勘をちゃんちゃん。リトルクローは9月に撤退し、短期間カナダに泊まったが、間もなく、ミネソタ地域に戻った。リトルクローは1863年7月3日に、ハッチンソンの近くで、10代の息子と共にラズベリーを、 採集しているところを射殺された。この二人は白人のお船さんラムソンの土地をさまよっており、ラムソンは州を挙げたダコタ族狩りでの賞金を稼ぐために二人を撃ったのである。殺したインディアンがリトルクローだとわかると彼らはこの州長の首を切り落とし頭の皮を剥いだ。リトルクローの頭と頭皮はセントポールで晒し物にされ、 1971年まで、そのままにされた。リトルクロウを殺したことで、ラムソンは500ドルの賞金を獲得した。リトルクロウの息子は、死刑判決を受けたが、懲役刑に減刑された。シャコビー州長とアカンオチャンチャン州長もしばらく、カナダに隠れていたが、米軍に発見され、麻酔薬を飲まされて、犬ぞりに縛り付けられ、合衆国に連れ戻された。 1864年のミネソタ州選挙における共和党の不調に関するラム勢のもっと吊るしておけば票が伸びたのものいいに対しリンカーンは私には投票のために人間を公主刑にすることはできないと応じた。1862年12月初旬、降伏した2000人以上のダコタ数族のうち392人の捕虜が直ちに軍事裁判にかけられ、 307人が殺人等強姦で有罪とされ、死刑を宣告された。ある裁判は5分も要せずに終わり、被告に対して手続きが説明されることも、数族が法廷で陳述することもなかった。渋ー大佐は死刑の即時執行を主張したが、ミネソタ州政公会の主催で、インディアントの和平論者であるヘンリー・ B ・ウィップルから、寛大な処置を要請された。 エイブラハム・リンカーン大統領は裁判記録の詳細を支持し、戦争に参加しただけのものと、白人市民に強姦や殺人を犯したものとを区別しようとした。結果、リンカーンは39名の数族囚人に対し、死刑執行の署名をし、残りの者は減刑された。州と軍が死刑宣告した三百四人が減刑されたことに、ラムゼ知事とポープ将軍は、 抗議したが、12月6日に、リンカーンから、39名の死刑の執行と、残りの有罪判決を受けた者は次の指示があるまで、公示し、逃亡や、不法の暴力をこむることのないよう配慮するようにと、通告を受け取った。39名の死刑囚のうち一人は、刑執行の延期を認められた。ウィップルは公正名文を読み上げた。しかし、ウィップルのインディアンの用語に対し、 白人市民は敵意と避難を向けた。マンケートスネリングトリデでの数族の一斉公式刑1862年12月26日、クリスマスの翌日に、ミネソタ州マンケートのスネリングトリデで、ダコタ族死刑囚たちの一斉公使刑が行われた。前代未聞の38人同時処刑は、インディアンたちの公主の様子が、 司法から見ることができる特別あつらへの公主形代で行われた。一斉処刑の際には興奮した白人群衆が処刑場に詰めかけ、軍によって公開規制が行われたほどだった。38人の囚人に対する一斉死刑執行は現在に至るまでアメリカ市の中でも最大の集団処刑記録を誇っている。処刑を待つ間に、 記者の汽笛を聞いたシャコビー州長は、次のような言葉を残した。一斉公主刑の瞬間の、見物人たちの反応について、次のような証言が残っている。連帯付き軍医が、インディアン囚人の死亡宣告を行い、インディアンの死体は川包みの砂地に掘られた号に、まとめて放り込まれ埋葬された。しかし埋葬前に、 シェアダウン博士というあだ名の蘇生の知れないものがインディアンの皮を剥いだと言われている。噂によれば、その皮を入れた小さな箱が後にマンケートで売られたという。また、当時解剖学研究のため、死体には高い需要があったので何人かの医者は処刑後の死体を要求した。墓が暴かれ、死体は地元の医者たちに分け与えられた。 マーピア・沖縄人の死体を受け取った医者が、ウィリアム・ウォーラル・名誉だった。何年か、後に、名誉は、マーピア・沖縄人の死体をルシュールに運び、医者仲間の前で解剖した。その後、骸骨を洗い乾燥し、ワニスを塗って、自分の自宅兼事務所の鉄製ケトルに保管した。マーピア・沖縄人や他のインディアンの意外と識別される、ものは後に、 アメリカ先住民の墓地の保護と遺品の相関法に従い、名誉クリニックによってダコタ族に返還され、再度埋葬された。1700人の無実のダコタ族も強制収容された、リンカーンによるダコタ族に対する部分的な恩赦に対してさえ、ミネソタ州民と衆議院の反発は大きく、その抗議は内務長官が、 ダコタ族に対する年金支払いを、以後2年間停止し、議会の年金予算140万ドルを、全額ミネソタの遺族の保証とするまで続いた。米国議会は、新ギナッシの軍事裁判によって、有罪とされた残りのダコタ数族を、その冬の間、監獄に止めた。翌春、彼らは、イリノイ州、ロックアイランドに移され、そこでほぼ4年間収監された。 彼らが釈放される時までに、インディアン囚人の3分の1は、病気で死んだ。生存者はすでに、ミネソタを追放されていたネブラスカ州の家族のもとに、送還された。また、暴動と何の関係もない、女子供と老人を含む1700人のダコタ族が、スネリング鳥で近くのパイク島収容所に拘留された。 生活環境は劣悪で、薬病によって300人以上が死んだ。1863年4月、米国議会は、ウィップル主教の要望を聞き流し、ミネソタのダコタ族保留地を廃止した。また、もともとまともに機能していなかった、ダコタ族との以前の条約すべてを無効とすると、宣言した。さらにミネソタから、ダコタ族を追い出すために、 彼らの逃避に25ドルの高額賞金がかけられた。州を挙げた白人によるインディアン狩りが始まった。この数族皆殺し方針の唯一の例外は、戦争の間も中立を守り、あるいは白人入植者に協力した、良いインディアンであるムデワカントン族のバンド208名だった。彼らは殺害の対象からは外されたが、やはりミネソタからは追い出されることとなった。 1863年5月、彼らは蒸気船に乗せられ、ダコタ巡州南東部のクロークリークに移動させられた。そこは当時干ばつに襲われた不毛の地であった。クロークリークで生き延びた数族は3年後に、ネブラスカ州のサンティー保留地に強制連行された。1863年4月、条約を破棄されたダコタ族の残りは、 ミネソタ州から追放され、ネブラスカ州とサウスダコタ州に強制連行され、彼らの保留地は条約を破った、アメリカ合衆国議会によって廃止された。白人を殺した数族も殺さなかった数族も、どちらも強制収容所送りとなり、彼らの故郷を奪われ、死ぬに任された。ミネソタ川渓谷と周辺の高地草原地域は、暴動の間、 大半の入植者に放棄された。農園や家から逃げ出した、白人家族の多くは二度と戻らなかった。しかし、ダコタ族の民族浄化が完了し、南北戦争が終わった後、この地域には入植が再開され、数族の仮場だった平原は、1870年代半ばまでに農業地帯に変えられた。南スインディアン保留地はモートン近くの、 南数族管理局のある場所に再建され、1930年代には、グラナイトフォールズ近くにさらに小さな北、スーインディアンホリウチが設けられた。暴動に反対したダコタ族もいたが、白人を助けた者まで含めて、大半はミネソタ州から追放された。ヤンクトン数族の州長ストラックバイザーリーは、 選手たちが白人を助けるよう努力したが、同じく追放された。しかし、1880年代までに、大勢のダコタ族が、ミネソタ川渓谷に戻ってきた。よく知られた者は、グッドサンダー、ワバシャ、ブルース・トーン及び、ローレンスの一族だった。彼らは、ヘンリー・ベンジャミン・ウィップル司祭及び公益業者、アレクサンダー・フェアボールとの保護下で暮らしていた。 ダコタ族のバンドに加わった。この暴動では、侵略者である白人側に目撃証言が残されている。チャールズ・ブライアントが編集した、ミネソタにおけるインディアンによる虐殺には、生き残りの目撃者ジャスティナ・クリーガー夫人のインタビューを元にした図解も含まれている。また、ジョン・スチーブンスという地元画家が、暴動鎮圧後にこのインディアン襲撃をスケッチに残し、これは、 アメリカ中に出回った。ダコタ族の追放後、逃亡者や戦士たちが、ラコタ数族の土地で合流した。ミネソタ州連隊とラコタダコタ連合との間の戦闘は1864年まで続き、ヘンリー・シブレー大佐が数族をダコタ巡州に追い込んだ。シブレーの軍隊は1863年に、ラコタダコタ連合を3度大きな戦闘で破った。 すなわち、7月26日のデッドバッファローレイクの戦い、7月28日のストーニーレイクの戦い、および9月3日のホワイトストーニーヒルの戦いだった。数族はさらに撤退したが、1864年に再度米軍と対峙した。この時は、アルフレッド・サリー将軍が近くのピエールトリデから軍隊を引き7月28日の キルギアさんの戦いで数族を完璧に打ち破った。しかし、これは、アメリカ合衆国と数族との間の最後の、戦いにはならなかった。2年のうちに、白人たちは、不可侵条約を破って、ラコタ族の土地へ侵入して、レッドクラウド戦争を起こし、サウスダコタ州のブラックヒルズの占領を目論んで、条約を破り、1876年に、 ブラックヒルズ戦争として知られる侵略戦争を起こした。1881年までに、数族の大半はアメリカ軍に降伏し、1890年、ウーン・レッドニーの虐殺で実質的な数族の抵抗を終わらせ、これが合衆国と数族との間の最後の主要武装闘争となった。殺された白人の数について公式の記録はなかったが、 450名から800名の間と推定されている。歴史家のドン・ファインリヒ・トルズマンは、アメリカ史の中で2001年9月11日に同時多発テロが起こるまで、白人民間人の犠牲としては最大のものだったと述べているが、これは暴動に関係のないダコタ族の民間人の犠牲を考慮に入れていない発言である。マンケートにある記念碑暴動で殺された、 白人市民の思い出のために、地元には、多くの記念碑が存在する。アクトンタウンシップの記念碑は、ハワード・ベーカーの応援での最初の攻撃で殺された、者たちのためであり、ウィルマー近くのバイカール・ウテル墓地のグリ・エンダーソン、記念碑、及びブラウントンの記念碑は、白人家庭のためのものである。戦死した軍人は、リッジリー・トリデの越平広場にある、大きな石造り記念碑で、 記念されている。マンケートにある朝廷公園の記念碑は、そこで処刑された38名のダコタ族を追悼しており、インディアンたちによって年2回のパウアウが開催されている。9月に開催されるマンケートのパウアウは、インディアン死刑囚の冥福を祈るものだが、白人とダコタ族社会との和解を願うものでもある。マンケートの処刑場跡近くにはいくつかの石像も、 立っている。ありがとうございます。